はい、こんちゃろです。翔ちゃろです。トントンです。はい、今回はですね、大分、大分じゃない、大分、ここはですね、大分県にあります大山ダムに来ております。はい、なんとね、ここに来た理由がね、一つあります。これ進撃の巨人、エレン・ミカサ・アルミン少年期の銅像が見れるんだよね。が見れるんだよね。見れる、置いてある、この先にね。でね、偶然ね、ちょっとダムを調べてたら、ここがね、はい、たまたまね出てきたんだよね。で、まあ、ちなみに、まあ、あの神霊関係でいうと、まあ、ダムだからいるだろうという感じで来ました。責任調査ね。そう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 、銅像を拝めて、幽霊もね、幽霊もいるかもしれない、探せてて、まあ、とりあえずこの動画はこの、はい、銅像がメインと、まあ、まあ、幽霊捜索って感じかな。で、ちなみに、はい、もうね、ここについて、あの今駐車場なんだけど、もう囲まれてるんですよ、もう囲まれてるんですよ、もう囲まれてるんですよ、囲まれてる、囲まれてる、あっちに一人今で、あの奥に一人でしょ、で、その手前にもさっきおったよ。いるね、いるね、いるね。で、あと奥にも一人おったから、めっちゃいる、ここせっせで、結構ね、なんか強い、強い気がする、いる人たちが結構はっきり見えるから。はっきりっていうと、その白いもやなんだけど、確実にいるっていうのが分かるんだよね。それが何人かいるから、普通に多分心霊スポットって言ってもいいんじゃないかなっていうレベル。はい、ということでね、はい、早速ね、行きましょう、行きましょう。で、待って、パンフレット持ってきちゃったから、うん、パンフレット、そう、進撃なのでね、早速行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。せっせ。じゃあね、今回はね、はい、トントンメインの、メインというかね、主でやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。行こう。まあ、ちなみにね、この辺何人かいるんだけど、もうなんかとりあえず銅像をね、そうだ、収めたいね。とりあえず銅像が見たいね。そう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 、 100% いるから。でも幽霊は、まあ、なんか行く道の途中になんかあったら、うん、 OKOK、 ここ多分強いやついっぱいおると思う。なんか来てびっくりしちゃった、なんか こんなにいるのみたいな。な、うん、場所やけど、雰囲気あるよ。てかおるからね、自由に見学してください。でも張り紙はね、いっぱいしてあるし、これこれこれ、 AR を体験せよ。スマホ買ってきたのか、できるんじゃないこれ。ダムカード無料配布とかある。あー、でもこれもう終わってるな。うん、そうね。はい、行きましょう。せっせ。右じゃない？右だよ。右っぽいよ。ワクワクやね。ワクワクが止まりません。やばいね。こんなことないよ。大分来た県見つけたのも偶然やしね。本当にダム参加さんかったら。見当たってない。うん、どうですか、ちなみに今のところなんか。今のところ、あの手前の下のなんか植木みたいなやつあるやん、はいはい、あそこ燃やってる。うん、右あったりかな。さっき燃やってたけど、近づいたらやっぱ分からん。分からん。うん、でもスピボしても
聞こえるかな、はい、その音でね。あ、急に静かになった。え、なんこれ。あ、広場ね。あ、上に行くんだ。上に行くよ。階段がきついぞ。階段、あいつらを拝むためや。結構でかいね、ここ。でかい、でかい、しっかりしとる。しかもなんか綺麗だよ。綺麗綺麗、確かに。あ、で、そうそう、なんか言ってたよね、なんかもしかしたら、はい、なんで銅像があるのかなって考えた時に、そのこのダムがね、こう進撃に出てくる壁のモチーフになったのかなみたいな。勝手な予想ですけど、うん、勝手な予想。それっぽいこと書いてあって、そう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 、あれ、そうそうそう。あ、本業なの？ん？何？あの原作者の伊勢山先生の故郷だ。あ、故郷。大分県日田市、ここ。あ、そういうこと。それ言ってたよね、なんで進撃行っちゃろうねって移動中ね言ってた時に、もしかしたらねっていうのがあるけど。あ、故郷なんだ、すごっ。福岡最強。まあ確かにね、そういうのないとやっぱ置かないよね、なかなかないよね、置くこと。なんでダメ。そう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 、うわ、開けてる。は？見つけた？うお、マジや。あるあるある。あるある。うわ。うわ。すげえ。すげえ。あのあれだ、巨人を見てる時や。で、わかった。何？なんかさっきから声みたいな聞こえる。それはそれが気になる。ああ、そう。後ろからのこのアングルで、うん、犬の方。ああ。わかる。あの第1話の再現してやんねん。ほらほらほら。ダムや。ダムでしょこれ。すごっ。でこれを見上げてる。頭覗いてる時のやつや。そうそうそう、50メートル級の超大型巨人が。あそこから覗いてるみたいな感じの。やばくない？そういうことか。すごいよね。うわー、これ昼間来た時ね、もっと分かりやすいわ。昼間来た方がいい。夜に来るもんじゃない、これが目当てだ。そうやね、なんか説明書きみたいなやつもあったけど。すごい、2009年に連載を開始し以来、世界中に人々に衝撃を与えた作者の故郷。すっごい。ちょっと書いてあるね。第1話で幼馴染のほら3人が超大型巨人を見上げるシーンを再現してる、ね、でしょうね。まあ、確かにあの表情とか見よる先を見たら、そうそうそう、ワンチャンあるのかなって思うよね。大分こんかったらわからんかった、マジで。わからんかった。これほら先生のサインがある。サインっぽい。あ、本当だ。先生の手形じゃないこれ。意外に一緒ぐらいや。一緒ぐらいや。いや、すげえ。後ろ、傘置いてあるんだね。ああ、傘が置いてある、ね。傘が置いてあるね。せっせ。とりあえず一周しとく。なんかさっきから水の音に紛れて声が聞こえる気がする。聞こえるやろ。あ、わからん。ちょっとぐるっと回ろうか。なんか男の人の声とか女の人の声とか、声っぽいやつが、しかも声かどうかわからんけど、俺も一瞬聞こえた気はする。いや、うん、そう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 、なんか叫んでるような感じの、うんうん、いや、ここ雰囲気あるな。雰囲気あるね。雰囲気あるよ、普通に。しかも普通におると思う。
で、また暗くしないとわからないからな。はははは。ここだね。ここに立ってる。ここ？この上。上に？え？コウモリ？上。柵の上みたいな。柵の上に？立ってる。一人。多分お尻押したら多分落ちていくよ。え、どうする？スピリットボックスワンチャンしてみる？押してみる？うん、はい、いいよ、しても。ちなみに男の人、女の人？あ、女の人っぽい。なんかこっちに背を向けてる。そのダムの下の方向いてるって感じ。ダム側を向いてる。そう、柵降りてみ。ちょっと、うん、降りて、そこ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 、上上上。ここ？その、そこら辺。この辺？その辺。え、じゃあやってみる。いいよ。チップをやります。こんばんは。誰かいますか？答えてくれない。移動したかな？あのね、ここにも いるかも。壁、はい、壁がさ、はい、緑の苔みたいなやつあるやん、跡が。左側に。左側？あ、いや、これ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 。あ、これ。あ、草だ。草？その、この辺かな？この辺。うん、やってみ。やってみるよ。何今？パキってなこと。パキって言った。やってみ。移動したかな？こんばんは、誰かいますか？いたら返事してもらっていいですか？反応なしですね。せっせ。なんか見えたね、手が。手？手。ここ。巨人の手？鳥肌だったけど。手が出てた。下の方から。その柵あるやん。はいはい。ほんとそこ。ほんとそこ。ここ？うん。やってみてん。答えてくれんかもしれんね、ここの人たち。だね。反応がないもんね。うん。こんばんは。誰かいますか？今答えないね。答えないね。じゃあ次行こうか。次行きましょう。うん、パッパッパッ、どんどん、うん、パッパッパッと。じゃあ、あ、ここ手前に看板の前におる。みんな気になってるんだよ、幽霊も。スピボしてみて。ここ？うん、ちょっと看板に覗き込むの見えた。巨人の看板？うん、この看板の前。看板の前で、看板を覗き込む白いあれが見えた。こんばんは、誰かいますか？誰か電話今。あ、ここ、そこ、こ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 こ、うん、左側を見て、左側、そこ。こんばんは、誰かいますか？いたら返事ください。いや、答えてくれんね。答えてくれないっすね。もうこうなったらもう何回やってもしょうがないかな。多分一緒だと思う。うん、普通に、さっきのびっくりした覗き込む、結構はっきり看板に覗き込むシルエットが、普通に怖っ。一人ね。この幽霊も好きだったんだろうね、戦撃が。かもしれない。はい、じゃあとりあえず、大山ダム、はい、回ってまいりましたけども、まあね、エレン・ミカサ・アルミンのね銅像は見えたと。見えた。
あのこれはもうそれだけで歌います。結構感動したね。すごいね。クオリティもちゃんとしてるし、しかもあの向いてる方向がそう。そこ巨人がこう覗いてる場面のシーンを綺麗に再現して感じ。あれはすごかった。確かにそれは良かった。でもね、ここねいっぱいおるんよ。だし幽霊がね。スピボはね全然答えてくれんやったんだけど、ただ普通に奥に行ったりすると水の音の中に混じった男の人の声とか女の人の悲鳴みたいなやつが結構聞こえてたし、強い人いっぱいいると思う。ここなのでここに来る際は夜気をつけてください、はい、としか言えない。これが楽しみな人は昼間来てください。そう昼間ね、なるべく来てもらって、霊感がある人は夜絶対来ない方がいいと思う。いろんなものを見てしまうと思うので気をつけてください。で、まあここのトークレベル、はい、まあ3かな、まあここマックス、ここ結構多いと思う。とかね、撮影する前ね、俺らの外に出てたらガードレールコンみたいな2タイプがあったりしてるから、本当にここ多分危ないかもしれないから、来る際はね気をつけてください。まあ純粋にあれはすごいね、この街自体がなんか引き出し自体がいろいろやってるっぽい。あのね、作者のね、進撃の巨人の方の故郷だから、そういうこうイベントをね、大分県引き出しで4人でやってるらしい。すごいね、非常に。なのでね、興味がある方はまたね、進歩回りますのでね、ぜひよかったらチャンネル登録お願いします。でまたね、ここの場所なんか映ってましたよとかあったら、まあね、コメントとかで教えてください。